今日のマーティー君。はい、おいでマーティー君。今日はですね、マーティー君とこのボール遊びしたいなと思います。はい、はい、マーティーお座り。はい、マーティー置いて、こっちこっち。はい、これね、持ってきて。はい、持ってきて、持ってきて、マーティー持ってきて、持ってこいマーティー。はい、あー、くれた、ありがとう。えらいね、えらいね。だんだんこうやって遊びになってきたね、うん、はい、ということで今日の本編ご覧くださいませ。はい、はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、昨日紹介しましたこちらの 3D ドリーマーズペンね、うん、昨日はカブトムシを作ったんだけど、うん、今回はですね、まあ、ちょっと今スタジアム見えてたと思いますけれども、ベイのパーツを作っちゃいました。はい、はい、はい、こちらです。これだよ、これ、わかるかな。はい、こちらですね、うん、俺フレーム作っちゃいました。おえっとね、ちなみにこれはですね、セミの羽、これトンボの羽、うん、そしてこれはカブトムシの角ですね。クロスのフレームがいっぱいあったんで、それに接着してます。おー、色が合ってるね、うん、合ってるね、うんうん、これはなんで、バグウィングフレームと名付けましょう。こっちはビートルホーンフレーム、うん、面白いねって感じにしましょうか、うん、で今から対決するんだけど、一発で終わる可能性もある。でこの4つずつついてるんだけど、それぞれね、それが先になくなっちゃった方が負け、うん、っていう勝負しましょう、はい、でバグウィングフレームの方は改造これでいきますね、うん、ストライクゴッドバルキーの1バグウィングアイアン、うん、僕はブレイズラグナルク4ビートルホーンディフェンス、これも緑寄せですね、うん、緑寄せのベ、こっちは青寄せだね、うん、はい、一回ちょっと普通にするとですよね、こう押して、あー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 割れた、なんてことだ。ゴーシャ。ああ。全部取れちゃった。いや、全部取れてない。取れてない？一個取れた。一個取れた。それ以外取れてない。え、取れてないの、これ？ついてんの？これちょっと薄く緑が見える。あ、本当だ。回ってるこっちはちゃんと。マジか。でもこれ止められないね。そうだね。止めようとしたら終わりだよね。超悲しいことになっちゃったんだけど、たった一本しかもう羽が残ってないこれもう負けるの確実じゃん。そうだよ、対決していこう。一度きりの勝負。そうだね、うん、これはどうやら一発勝負になりそう。ただエイシン君の今のようなのこれでおしまいになるところだった。エイシン君のこの3つの角をカットできれば相打ちだよ、うん、行きましょう、せーの、スリー、ツー、ワン、ゴー。あっ、あっ、あー、どうなった？ちょっと待って、なんかどうなった？パパの羽は生きてるのか？バーストよっしゃー。あ、両者全部削ってる。なくなりましたね、うん、まさかの相打ち。ちなみにこのドリームアーツペンなんだけど、ちゃんとね、このフレームすぐ取れるので。あ、本当だ、うん、元のフレーム再利用もちろんできますので、だからまあいくらでも新パーツ作れるよ。ああ、よかった。そうだよね、パパの羽はどこ行っちゃったのかな。はい、ということで今回ですね、この 3D ドリームアーツペンの余ったパーツで、ビートルホーンフレームとバグウィングフレーム作ってみたんですけれども、あっという間に壊れちゃったね。ぶっ壊れたね。まあ、でも楽しかったよ。そうだね、たまにはこういうのもいいでしょう、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そして、今日のおすすめ動画はこちらの方に出てますので、ぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録はこちらからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。